若年層も含め幅広い年齢におきまして広がりが見られております今後、全道各地へ感染が拡大することが危惧されます感染者は過去最多の326人となりました札幌市では246人、石狩館内で31人など同欧圏での感染拡大が目立っています変異ウイルスへの感染疑いは86人です 札幌市の感染者は過去最多だった去年11月19日の197人を大幅に上回りました感染経路不明の患者は100人を超え若い年代への感染が広がっていますまた札幌市内では介護老人保健施設と医療機関で新たなクラスターが発生しています